今日は新約聖書のテモテ1の手紙4章の1、2節を読みます。テモテ1の手紙4章の1、2節どうぞ。しかし聖霊は次のように明確に告げておられます。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ信仰から脱落する者がいます。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるので、彼らは自分の良心に焼き印を押されており。アメン。じゃあ祈りましょう。万軍の主なる神様、今日も私はあなたが許された主イエスの皆とビアザに対する信仰によってこの礼拝に力づいてきております。信仰によって近づく者は必ず主が生きておられることを信じるべきです。この場にコリンジャイが下っておられることも信じるべきです。そして信仰の行いに応じて報いてくださる神であることも信じるべきです。こういった信仰なしには決して主に喜ばれる他の道はありません。聖霊によって導かれる礼拝ができますように、聖霊によって真理を正しく悟していただく礼拝ができますように、聖霊によって生まれ変わり肉の思いによって罪作りの生活から逃れ出て聖霊によって感化感動されて生まれ変わった神の御国の子供としての信仰生活ができますように、明確に主が語ることを悟してください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。マタイの16章の16節っていかに23節までの話を紹介します。イエス様に対して人々がいろいろと告白をしていたときに、イエス様が弟子たちにも、弟子たちはイエス様のことをどう思っているかということをイエス様が質問されました。その時弟子たちはそれぞれイエス様に対する考え方を言い表しました。ある者は預言者だとか、預言者の一人だとか、ある者はエリアだとか、ペテロがイエス様にあなたはメシアだ、生ける神の子供だという告白をしたとき、イエス様がこれをあなたに言い表したのは、これをイエス様がメシアであり生ける神の子であることを諭して教えてくださったのが人間ではない、これは天の父だとおっしゃいました。それからイエス様はペテロの告白を喜ばれ、あなたはペテロ、あなたはペテロ、これは岩という意味なの。私はこのペテロの上に、すなわち岩の上に私の教会を建てようと。ペテロの告白はキリスト教の教会を建てる岩のような土台となる告白なんだということだ。しかしこういった告白は人間の力でできるものじゃない、これは天の父の力でできるものだというふうにイエス様がおっしゃったんです。そしてこう言って、こういう信仰の上に神の力によって建てられる教会は世と黄泉の力が対抗できない強力な教会となると言っています。アメン。よく聞いてくださいよ。それからその中6節以下でまた、イエス様がこれからエルサレムに登って長老や祭司たちに捨てられて釘付けられて十字架を背負わねばならない、釘付けられて死なねばならないことを語り始めた時、ペテロが
イエス様の脇へお連れしていさめたの。主よ、とんでもないことです。そんなことが主にあってはなりません。これを陸の思いで判断したら、ペテロは他の弟子は黙っている時に、ペテロがイエス様にこういうひどいことが、苦しいことが、悲しいことが起きてはならないとイエス様のことをいさめている弟子だから、誰よりもイエス様を愛していて、イエス様のことを思って思いやっている弟子ではないかと思われますね。確かにその通りでしょう。しかしイエス様には何と言われたんですか。23節で、サタン引き下がれ、あなたは神のことは思わないで人間のことばっかり思ってんだ。イエス様に厳しく叱責されます。同じ場面でマナレシペテロがイエス様に二通りに判断され扱われます。一つは、天の父の力によって正しい信仰を示した時には、世と黄泉の力が対抗できない神の強力な教会を、こういった信仰の持ち主ともによって建てると宣言されたイエス様が、天のことを神のことまで人間のことを思ってそれに戻って判断した後のペテロの発言においては、サタンに引き下がれと、とんでもない言葉を口にされながらペテロを叱責する。皆さん、一人の人がイエス様に対するどういう態度を示すかによって、神の強力な教会を建てる根拠にもなるし、あるいはサタンのように扱われて、イエス様と共にできないから引き下がれというふうにイエス様に引き離されてしまうようなこともあると。これはいかに深刻で大事な話であるかを今日はっきり悟りますよ。イエスキリストの皆で祝福いたします。信仰は正しくいけば永遠なる命の救いを究極的に得るものなの。しかし信仰は正しくないと信じた意味がない、結果が虚しくなってしまう、まだ U ターンしてしまう、元のサタンの支配下に戻ってしまう、こういうこともあることを聖書ははっきりと告げてます。皆さん、イエス様が世に来られた当時にユダヤ人たちは世界中で唯一神を父として拝んでいた民族なの。彼らの敬虔な信仰生活ぶりを見ると、特に当時の指導者たちはもう本当に敬虔という言葉がふさわしい、今の牧師たちよりもっと敬虔という言葉がふさわしい、ちゃんとした形をとって信仰生活をしてました。彼らは立法の一点一角まで数えながら研究し、その通りに生きようと、歩く安息日などは歩く徒歩、足で歩く徒歩の数まで数えて、約900メーター以上超えちゃいけないとか、こういうことまでちゃんと守っています。仕事をしないだけじゃなくて、しかし彼らの信仰の基準は、天を仰ぎ見ろ、でいつも天の神のことを意識する信仰ではなく、ただ形を装う信仰にとどまっていたことに、それから今まで2000年経つまで問題が残っています。そしてイエス様を十字架につけてしまうようなとんでもない罪まで犯していながらも、今ユダヤ教、彼らは今も神を捨ててなんかないの。誰よりも自分たちは立法的に神を正しく信じていると思っている人たちなの。しかし彼らが
失敗しているのはマタイ17の古説にあるあなた方はこれに聞けという世を治める神の声を聞き逃したことに大失敗の原因があります。変化の山、高い山の上でイエス様の姿が光り輝く姿に変わったときに、そこにはモーセもエリアも現れてました。モーセに世を去った人々がそこに来てるの。一度死んで世を去って楽園に行っている人々が再びこの世に呼び戻され、イエス様がその真ん中に立っていつもの姿ではなくて神としての栄光たる姿に一瞬変えられて変わられて、でまだ世に生きているペテロ・ヨハネをはじめとして弟子たちもそこに居合わせたんです。すなわちこの世と後の世が、でその中間に立っておられるイエス様とか一つになっている瞬間なんです。ハレルヤ。こういうことは実際にあったことを皆さん絶対に忘れてなりませんよ。アメン。今皆さんここに座ってますが、牧師を介してイエスの聖霊と聖霊が語り、皆さんは聞くようなこういう礼拝の場面になっていることも絶対忘れてなりませんよ。礼拝は人の顔見に来るんじゃない。アメン。もうすでに天に昇られたイエス様が聖霊によって働くところに神を拝むために来るのが礼拝なの。この神は復活をなさった神なの。皆さんに復活、一度死んでもその後に永遠に生きる命を完成して、正しく信じればそれを、正しく信じれば与えなしに与えるために今も働いておられる主の聖霊の前に来てますよ。アーメン。こういう信仰を小さに持った人だけが勝利するので、最終的にみんなが主の皆を呼んだから、神はみんなを救いたい、すべての人々の国々の人々が全部福音を聞いて救われてほしいの。でも全部福音はすべての人のものにはならない。なんで、ご本人たちの信仰次第で失敗するでも出てくるから。アーメンですか。あなた方はこれに聞けと言った聖霊が生きて働く神が実際に働く場面においては、経験なユダたちは鈍感でした。鈍感、自分たちの信仰が形としても問題ないと思っていて、天から聞こえてくる声に耳を貸そうとしなかった。それで逆に神なるイエスを十字架につけて殺してしまった超本人たちなの。2000年経った今もマタイ17の古説の言葉がユダヤ人たちの耳には今も聞こえないの。一年になれば聞こえるの、7年間に入ればそれが聞こえるの。もちろん今も部分的にユダヤ人たちがイエス様に立ち返る人がちょこちょこ出てきてます。しかし全体的なユダヤ人の耳が開くのは7年間に入ってからの、異邦人の数が、救われる人の数が満ちるまで、あのユダヤ人たちは固くなをやめないと聖書は警告してますから、聖書の言葉は変えられない。今神の真にいる言葉にアーメンができる皆さんは本当に幸いだし、喜び踊るべきなんですよ。アーメンですか。なんでユダヤ人たちは今もほとんどがイエスに対する耳が開かないから。マタイ17の古説の言葉は彼らはまだ聞こえないということだ。なんでこれは聖霊によらずには聞こえない話だ。ハレルヤ。彼らはこれに聞け、イエスに聞け、イエスを信じなさいと言われた神の言葉にアーメンができなくて、今まで2000年間とんでもない罪を犯し、2000年間世界中放浪者になって歩き回りながらさまよい続けながら、今世紀の前には600万人が虐殺されるとんでもない運命になってしまった。私はただ語ってる側だから痛みを感じないで平気で語ってるんだけども、考えてみてくださいよ。ユダヤ人だからといってヒトラーの政権に対応されればもうとんでもないいろんな形で人を殺してしまうような時代に皆さんが生まれて、そういう運命にあってしまったとすれば想像ができない話なの。
それがイエス、マタイ17の5節の言葉に背いた結果であると信じますか。今日読んだ聖書の言葉をよく聞いてくださいよ。イエス様が昇天、天に昇られて以来、この世は再びイエスが聖霊によって信じる者どもの中に望まれる時まで教会がなかったの。主イエスが聖霊によって信じる者どもの、イエスを信じる者どもの中に宿る瞬間からキリスト教の教会は始まった。信じればアーメンできますように。信じますか。イエスが聖霊によって信じる者どもの中に宿る、望んで宿り住み着くまでは、それでも世には主イエスを主だと呼ぶ者がいた。でも彼らの信仰は認められなかったことに注目しないといけないの。意味わかりますか。聖霊を受けるまでにもクリスチャンたちがいたの。イエスに対して主だと呼ぶ者どもがいたんですよ。でも彼らの信仰は認められませんでした。結果的に証明ができたの。イエスが十字架につけられるために連れて行かれる時には、もう一人二人イエスの元から離れ始め、イエスを打ち消し、イエス様のことを否認してしまった。やっぱり彼らの信仰は主の名を呼んでいても無駄であったことが判明できたということなの。アーメンです。皆さん、だからイエス様が死ぬ前に弟子たちに前もって断っておいたのがあります。聖霊を送る理由は、あなた方を孤児のようにしておかないためだと。聖霊が来るとヨハネ16の8節で言ってます。聖霊が来ると、聖霊が何をなさる。世の過ちを、信じる者どもの過ちを正しく明らかにしてくださる。正してくださるという意味で、信じる者どもが何を誤っているの。義に対して神の計画を、御心に対して分かってない。神がどういうふうに統治する方であるか分かってない。だから勝手に信仰を装えばそれでいいと思っちゃってる。そういった間違いを明らかにしてくださる。正してくださるの。はっきりと。誰が。聖霊様がよ。聖霊なしに生きるクリスチャンたちの信仰はいかに暗闇の中に包まれた状態であるかを悟るべきだという話なの。アーメンですか。それからイエス様の聖霊が来た時になさることは、罪に対しても世の過ちを、人々が教会に通いながらも何が罪であるか分かってない。だから罪が何であるかをはっきりと正しく明らかにして教えて諭してくださるために、聖霊様がイエス様の代わりに信じる者どもに望む。信じない者には絶対聖霊様は望まいません。アーメンですか。イエスの皆を命の救い主だと、十字架の上で罪をあがなわれた、あがない主だと、復活して全ての罪から解放して命をの救いへ導いておられる神で救い主であることを信じる者どもに聖霊が望まれる。それも全部じゃないの。後からそれは話をしますが、全部ではない。それも信じるものが条件だけども、聖霊が望み住み着く条件だけど全部ではないの。アーメン。聖霊が来ない人はいくら主の名を呼んでいても御心が分かんないから、形は装ってても御心を行うことができないから天の御国には入れないと、マタイ7の21でも説明しています。アーメンです。そして聖霊が来られて信じる者どもの裁きに対する意識が朦朧としている。こういう過ちもはっきりと教えてある。救われない人々が行くところは滅びの世界、刑罰の世界、硫黄の火の中な。硫黄の火の中は第二の死と言われる。
啓示録20章の最後に出てます。11節以下に裁きの大審判の後にその話が出てますが、それは第二の死の場所であり、硫黄の火の中であり、硫黄の火の一景の中である。皆さん、これは救われない人々が行くところなの。刑罰の場所なの。永遠に一度入れられたら永遠に神に立ち返りができない、断絶、絶望、希望が断たれた場所なの。こういう意識が世のクリスチャンたちに、主のイエスに対して主の皆、主イエスに対して主よ主よと呼びながらも、世にいるクリスチャンたちにこういう意識がない、薄くなってる。いろんなクリスチャンがいますよ。そういう話は戒めるための話だとか、象徴的な話だとか、実在する場所ではないことを否定するためにいろんなアイデアを絞るとか、たくさんいます、クリスチャンの中に。これは実在する場所、大審判の後、一千年王国の最後に行われて分けられる場所であります。今日主の聖霊が世の人々に告げる、告げると言ってます。この手紙書いたのはパウロがテモテに書いた手紙なの。しかしパウロがテモテに告げるじゃなくて、主の霊が世の中にいる人々に明確に告げる話なの。信じれば心からアーメンと主イエス様に思い切ろう。アーメン。主の霊が明確に告げるんだけど、悪霊の教えに従う者どもが出てくることを言っています。彼らはもう心に焼き印を押されていて、心が、感覚が麻痺しちゃってる状態なの。聞いても悟らない、目の前で見せてあげても悟らない、だから聞こうともしない。もうこれ以上、これは聖霊によって真理に導かれるように、今しめても懲らしめても言うことを聞かれて、限度を超えて何を言っても今度は耳にも聞こえないし、心にも悟りを得ることはできない、麻痺した状態、焼き印を押されれば理解できない人は、礼拝終わったらマッチの火をつけて指一本くらいこう焼いてみれば分かるの。これが幾日だったら痛みが、ヒリヒリした痛みがなくなる。その後何が残るのか、焼かれたこの指はもう硬くなって感覚ないの。カサカサカサとこういう物体と同じくなるの。こういう状態になるのが焼き印を押された状態なの。何を言っても悔い改めできない、悟りがない、人々は悪霊の教えにもう完全にはまってる状態だ。意味わかりますか。じゃあ彼らは聖霊から聞くことチャンスをものはしたって、悪霊の教えにだんだん興味を持ち、それで限度を超えた人たちだけども、彼らは信仰から脱落すると聖書は言ってますが、今日今日の中では一度イエス様を受け入れて告白して、イエス様の十字架の贖いを信じて、復活されたことも信じて、世に再びイエス様が迎えに来ることを信じて、まるで自己暗示するかのように、まるで気合を入れたように、絶対これを信じます、疑いませんと、こういう念を入れるような段階の信仰すら持っていれば、絶対イエス様から離れることはないと、絶対命の救いから脱落することはないと教えている教えが、もうすでにこの悪霊の教えに入っていると悟りたいと思う人だけアーメンと教えたまねを。彼らはこういうイエス様の告白は真実に偽りなく最初からできた人はもう救いは確定されたと言ってますが、聖書は言ってます、世の終わりには廃墟。テサロニケ2の第2の3節、テサロニケの2の第2の3節に、廃墟、反逆が起きるのはクリスチャンの中からですよ。仏教だとか他の宗教がキリスト教に反対することを意味するんじゃない、イエス様を救い主として迎え入れていた中で、一人二人じゃない、廃墟反逆は世の終わりに起きる。これはまあ大きな集団的な話であります。世界的な規模の話であります。これはなぜこういうことが起きるのか、最初は一人二人少数、それが大きな流れをなして、ついには大きな集団となって世界的な規模になりまして、イエス様に背を向けるようになるのか、
真理に背くようになるのが廃墟であり反逆である。こういった聖霊がつける言葉を全部無視してイエス様の十字架の贖いや復活や再臨のことを心に案じていればもうイエス、心に明確に入れてそれを覚えていれば、疑わなければ救われると思っているの。とんでもございませんよ。聖書はそういう、イエス様を信じれば救われるから始めまして、聖書はそれは入門段階、種まきの段階、伝道の段階、あとは通すれば命の実を結ばしていただいて天に入れるかまでずっと過程に、その過程を全部説明しているのに、その過程は全部無視して最初の入門段階、これは学校に入学すれば何卒業が決まっちゃってるような話をしているの、妊娠すれば出産が決まってるかのような話をしているの、とんでもございませんよ。妊娠しても途中で降ろされる子どもいっぱいいますし、死ぬ子どももいっぱいいるの。降ろされて死ぬ子供も、自ら弱くて死ぬ人も、子供もたくさんいるし、出産まで至る子供はたくさんいる、たくさんいますよ。問題はそれが子供が命だと思わないから問題、それを抜いて考えるから。小学校に大学に入ればもう卒業決まってると思って、どこの学校がそれを許すんですか。そんな話を途中で定額退学させられて追い出せる学生も出てくるんですよ。まともに従っていかないと。全部正しい法則によってやってるのに、どうしてクリスチャンたちは神の正しい法則を全部破ってるの。だからもう救われてると自己暗示をしてる。分かりにくいと自己暗示のようなもの。主イエスキリストに対する信仰がある人々によってキリストイエスへの信仰の告白ができて教会が始まったのは聖霊降臨からだと認める人はもう一度アメタ教え様に、聖霊があなたとの中に宿るまではその力と権威を受けるまでは何にもするなと、聖霊が望むものをひたすら求める以外は何もしてなりませんと、使徒健康録1の4節と8節でイエス様が最後に説教されたことを忘れてますか。聖霊が望み雇ってない人々の信仰のスタートは時間が経てば結果が出るのからとして身を結べないから、だからそういう状態では何をしても意味ないから、何かをするためにどっか行くなよ。エルサレムにとどまっていって父の約束された聖霊があんた方に望むまでひたすら待ち続けるんだよ。これがイエス様を受け入れた人々がまずやるべきことなの。聖霊によらずには肉の水準や思いや考えの水準以上を超えることはできないからよ。イエス様の皆を呼びながらも主の皆を呼びながらも不法ばっかり行うのなんで、天上のことは考えられない、神のことは考えられない、何が見心であるか、何が、神の計画であるか、何が正しいか、何をすればいいか分かりません。みんな自分の水準で考える。私はこうだから、こうだから、こうだから、性格はこうだから、好き嫌いはこうだから、希望はこうだから、うちの家族はこうだから、こういう状態にあるから、みんなこういう地上においての状況や地上や環境によって全てを判断して決めていくの。これは聖霊なしに生きるクリスチャンたち、100年信じても救いに至るのは大変難しい状態。悪魔がいっぺんに揺さぶったらその瞬間にイエス様を裏切ってしまうような信仰、もう証明済みなの。証明できた後にイエス様が、だから聖霊を受けるまでは何にもするな、どこにも行くな、聖霊に満たされて権威と力は自分の中で働く時に、今度はエルサレムを回ってユダにも回ってサマリアにも行って地の果てまで行って、他のことをしないでイエスの証人になるべきだ。イエスを明かせる人でないとノンクリちゃんだからよ。イエスを明かせるような信仰生活しないと意味がないってこと。信じますか。信じましょう。なんで信じようとしないから、信じましょう。信じることは何ですか。従うことなの、従順することなの。今日のために昨日祈って家に帰ったら主がワンカット見せてたの。私が皆さんに筆で
皆さんが自分の胸に、自分の家にこういう壁にちゃんとかけて、毎日見れる場所にかけておくべき言葉を、私は皆さんに頼まれて、一番重要なその言葉、今日伝えるこの言葉、これを筆で書いてあげた。書く前に俺が考えてる、どうすればうまく書けるかな。すごいこれ大事な言葉。この言葉は従順でした。従順でしたよ。従順するのがイコール信仰なの。従順しないと思い続けるだけではこれは信仰じゃない。まだアーメン。従順、家に帰ったら従順と書いて一番見えるところに貼っておけよ。主からいただいたと信じる人だけ、信じる人だけ。アーメンです。あ、牧師はこうおっしゃるって言ったら、なんであの牧師は、無理強いやってるのと言わないで、絶対に信じればやりなさい。やらなくても結構です。ハレルヤ。確かに世が終わりに近づけば近づくほど、悪霊の教えが教会を支配し判断し、洪水のようにみなぎるな、洪水のように悪霊の教えが、彼らにはもはやこんな聖書いらなくなってる。聖書を隅々まで読みたくない。隅々まで読まなくても天道の段階でやってる、信じれば救われるを持って最後まで通そうとしてる。今イエス様が世におられた時には、あんた方はこれに聞けとおっしゃってイエス様を受け入れるべきだったんだもん。イエス様が昇天されてからは、あんた方は聖霊を受けて、聖霊の権威と力にを持って、それに従って聖霊によって生きて前進しなさいとあります。啓示録の2、3章に出ている教会には、教会、キリストの教会に聖霊の声を聞く人が勝利できると。聖霊からどう聞いたかを無視している人々が、死んだ状態になったからどう聞いたかを思い起こして、悔い改めて、かつそれを守りなさい。聞いた通りに、そうすれば行いが正しくなって、白い衣を着せてもらってイエス様と共に歩く人になりますが、そうしなければ命の書から名前が消されるぞと。これはもうすでにイエス様を信じて教会に通っている、教会に向けて聖霊が語っているの。聖霊から聞き取ることができない人は死んだ状態になるから。またイエス様がろうそくの燭台を移すと、そこからあんたじゃなくて、あんたのところは取り除ける、他へ移すと言ってる。命の書から名前を消すと言ってるの。こういった聖霊に聞いて悟るべき言葉は聞こうとしないの。今の世の中の教会はどうなってるの。流れが、雰囲気が、聖霊によって生きることを証しをすると、おなんか経過される神秘主義。口では聖霊聖霊言ってながらも、実際に起きたことを話せば神秘主義、カルト、異端、こういうふうに警戒されて、聖霊様が教会から、いや信じる者どもの前で聖霊様が無視されて拒まれても、これが通してキリスト教の教会ですか。こうやって通してキリストの信者名乗れる、クリスチャン名乗れるのか。聖霊様は嘆いてますよ。聖霊に向かって、聖霊の口で言いながらも、実際は聖霊を暴読している。聖霊暴読、聖霊に言い逆らう罪は、この世でも後の世でも許される道がないと、マタイ12:28-32までにある話、こんな話はね、もう本当にバイブルのバイブル、本当に聖書、これは真理であり、人の信じる者の運命を左右する言葉なの。でもこういう言葉の意味が分からないから、平気でイエス様が世におられ技を行っていただけるも、悪霊に取り憑かれてこんな技を行っていると、聖霊暴読を平気でやっていた人々に向かって、イエス様がそうおっしゃったの。私に言い逆らうのは許されると、でも聖霊に言い逆らって暴読するものは、この世でも後の世でも許されない。こういったとんでもない罪を、今の世の中の教会が、
主の皆を主よ主よと呼ぶ者どもがたくさん犯してますよ。通するつもりなのかな、通するつもりなのかな。私イエス様を信じて聖霊を受けて聖霊によって動くまで私も1年ぐらいの空白があった。1年間くらいの空白があったんだけども、ただイエス様を信じて教会通って教会が言ってることはほとんど私抵抗しなかったの。何単線会の会費5000円払えてもう言われた通りに何でも。うちのサムにも私にはあこれ高いからと言いながら献金しようとすれば献金はこうったまたまた金を大金を献金したら私は何か食べるとしたらちょっと高いからこれにしようとかね、自分一つ買おうとすればこれ高いからと後でやろうとか、でも抵抗は私の中に抵抗はなかったの。だから見た目では私当時の牧師に喜ばれる信者でした。1年間しかし1年経った時に私はじゃなくて他の韓国から来たある牧師によって女性の牧師だった、あんたが神のしもべと呼ばれてるという話を聞いて私も祈って答えは自分で受けろと言われた後21日の定めの祈りに入って3日目にイエス様に出会いイエス様の声を聞いて使命を受けた。それから私の信仰生活に転換期を迎えたの、すなわち運命が変わった。それまでは形ばっかり予想を信者でしたが、その瞬間から主の統治の中に入って主に実際に従う信仰に変わることができたんです。それから今まで皆さん聖書に書いてないことを言えばみんなおかしいと言ってるクリスチャンたち、彼らは生ける神と共に生きた経験がないから。生ける神と共に生きた経験がある人は聖書はテキストであり律法全書のようなものであり、実際に起きるさまざまな出来事は類推解釈によって解釈してもいいということはまだ分からない話。聖霊から聞くところはたくさんあること分からない話。聖書は1ページから最後のページまで読んでも韓国で生まれたシム・ウォンソクという人間は主のしもべになるという言葉は一文字もなかった。でもこれは神の計画でした。私は聖霊から聞いて運命が変わったの。もし聖書だけを読んでいて文字ばかり研究していて頭は博士になっていても聖書の聖霊から聞く耳がなかったとすれば、そういう信仰がなかったとすれば、今も私は敬虔なクリスチャンとして生きてるでしょう。教会にもちゃんと通うでしょう。抵抗しないでしょう。でも神のしぼめりはなってなかったはずなの。それで人のために祈って病気が治ったり悪霊を追い出したりこんなこともできないでしょう。しかし自分はイエス様を裏切らない、いつもイエス様を信じてる、考えてる、平和な心を感じてるでしょう。平和でしょう。しかし日本選挙、日本にも特に日本から25年前に国へ帰った後な、こんな可愛い日本人の顔を見ることできない、アイドルにも会うことはできないし、東京 EMC のアイドル誰もできない。これは全部聖霊に導かれた結果なの。アメン。これは変ですか。以前よりももっと強く熱く正しくイエス様のことをイエス様に全てをかけるようになった今の信仰が初めの信仰より変ですか。間違ってますか。これは聖霊に導かれた結果、聖霊と共に生きた結果なのに。でも聖書のとこにも私個人に対する個人が具体的に何を通すべきであるか、日本選挙こんなこと書いてませんよ。さあいちいち聖霊によって生きる人とたまに生きる人とほとんど聖霊のことはさておいて理性的に信じる人と
時間が経てば分けられる時がやってくるの。今日聖霊がパウロを通してテモテに手紙を書くときに告げるのは聖霊でしたよ。聖霊が言ってます。聖霊に聞きたう者たきたうて、クリスチャンの中にも悪霊の教えに従って、ついには信仰から立ち直していく心にまるで焼き印を押されたような、心が焼けてもう焦げてしまったような信者たちが出てくると言ってます。それが初めは個人から始まって、ついには大きな集団、大規模になって、世界的な規模になって、廃墟という言葉で説明する時代がやってくると言ってます。それが主イエス再臨前に起きる前兆であろうとも信じますように。必ず起きるの、こんなことも。クリスチャンたちが、多くの規模のクリスチャンたちが様に背を向ける、もうこれ来ることな、そういう時代がやってくるの。神が前もって予言しました。しかし問題は、だからといってそれに負け状になっちゃいけませんよ。出てこないといけない、出てこない。通せば出てくれる。聖霊が告げる声をはっきりと聞き分けて従うことができれば、皆さんは負け状にならなくて済むんです。しかし聖霊は溜まってるものとは働きませんよ。たとえある時間で聖霊を求めて宿して宿っていただいたとしましても、まだ求める、また罪から出てきて悔い改めて神の良心に従って生きようとしない人には絶対働きをなさないの中におられてもよ。これを経験もしてない人々が語るんですよ。そこまでいらないというふうに、そんなのないというふうに。皆さん、イエスの皆を信じて、本当に罪から罪の結果である痛み、苦しみから、裁きから、病気から解放されて、本当の意味で自由になって、天の御国の権威と力と祝福を味わいながら生きるクリスチャンになろうとすれば、聖霊に十分満たされて、聖霊によって動かされる人になるべきです。アーメン。そうすれば霊的な縛りから、神の基準の罪から解放されるのはないの。なんで世のクリスチャンたちの信仰が誤っているの。神に対して誤解しているの。正しく悟ってないの。深刻な話ですよ。深刻な話。聖霊によって生きている人いる人ないと、イエス様は再臨の時に謙虚に預かることはできないと。これがマタイ25章にある、賢い子人の乙女と愚かな子人の乙女、愚かな子人の乙女は神王が来た時に連れていてもらえない、残される、後から悪いるの、後から叫ぶ、なんでクリスチャンだから、しかし連れていてもらってないの。理由は油がないの。いや、油があったの、全然最初からなかったのって、あったの一時は。でも足りなくなった時に補足してなくて、買いに行った時に神王が来てしまったの。何を意味するんですか。聖霊十万を維持しないで、継続して目を覚ましてないと、ある瞬間にでも立つらうできることを語っています。これを悟らないと未来が危ない、未来が危ない。聖霊、油は聖霊の油注ぎを意味するんです。灯火はイエスの皆を意味するんです。イエスの皆を呼んで、主よ主よと呼んでいても、油がないとダメなの。聖霊の力によって神と共に生きる、生まれ変わった罪から、憎い思いから離れた生活をしないといけないということ。悟れなければ、悟るまで祈れば、聖霊を求めて祈れば、聖霊様が悟してくだされば、ポンと穴が開けるかのように、詰まっていた下水道が流れるかのように、すっきりと、まず気分感情が変わるの。それから道が見える。ハレルヤ、アメン。悪霊どもに縛られて、あの病気、この病気、いろんな縛りを持っていながらも聖霊を求めない。クリスチャンに装うだけでクリスチャンになりきっていると思ってはなりませんよ。ある瞬間に負けるから、ある瞬間に。悪魔のアイデアは、戦略は、聖霊に頼らず生きるクリスチャンより
水準が上なの。悪魔は堕落する前に作られる当時から知恵の極みとして作られたの。神の霊の知恵を抱かない人々は、悪魔に勝てる人は天使の中でも人の中でもいないということなの。知恵の極み、神は知恵の源。意味わかりますか？知恵においては一番最高位にあるのが悪魔なの。堕落する前にそういう知恵をいただいたの、作られる当時から。しかしそういう知恵まで与える知恵の源はイエス様ご自身であります。聖霊によってそれが我々に分けられる。聖霊によってイエスの皆は約束であり、実際その力と祝福が分けられるのは聖霊の働きだと信じますように。イエスの皆で祝福出します。聖霊によって九つの実を結ばせていただいて、神の聖なる子供の性品に、性格に、性質に変わることもできるし、聖霊の九つの賜物によって求める人々には神なる知恵、知識、力と信仰が与えられるよ。悪の書類に打ち勝つ力も与えられるようになりますよ。病気を癒す力も聖霊によって与えられます。アーメン。聖霊に満たされて生きる人々は桁違いの神をアッパー父よとパパパパと呼べる、神との親密な本当の意味での子供の関係に、親子の関係になりきるのが聖霊の力でありますよ。聖霊なしにはたとえ主の皆を呼んだとしましても、ある瞬間に悪魔がちょっと揺さぶればすぐその時に倒れて、イエス様は知らないと裏切るようになる。ハレルヤ。皆さん、クリスチャンはイエス様に、イエスをキリストと油注がれた救い主であると、王であることを信じて従う者がクリスチャンですよ。信じますか？それは陸の思いでは絶対できませんよ。聖霊の力によって初めて可能になる話なんです。アメン。心は燃えても、心は燃える。イエス様と一緒に死ぬところも行きたい。心燃える。しかし肉体は弱い、体は弱い、力は弱い。だから心身に合わないために目を覚まして祈って いなさいと言われていても、注意をされていても、何を通すべきであるかをイエス様に教わっていながらもクリアできなかったのは、気分感情、心は燃えてても、本気で燃えてたのでも、実際において祈ってられる力が人にはなかったの。祈ってられる力がなかったの。眠くなっちゃって祈りができなかったの。試みにあった、その結果試みにあったということは、サタンの計略に落とされた、サタンに立ち返った、イエスを裏切る信仰に変わったということ。ペトロはイエスを裏切った、打ち消した、呪って打ち消した。なんで縁を切る、人の前ではっきりと縁を切るために呪って打ち消したの。こういう意味が見えるまで祈ってくださいよ。アーメンですか？聖霊を受けてない時には試みに合わないために祈ってる力もなかった、祈る力も。だから聖霊を受けると祈る力から与えるの。大体祈ろうとしたら、あなたは祈ろうとしても祈りできないでしょ、だから私が代わって祈ってあげる。聖霊様が唇を用いていく、舌を用いてララ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 祈らないと試み合うから、悪魔の餌食になっちゃうから、瞬間にアーメンできます。聖霊の力なしに主の皆を呼んでいるから安心しちゃならない、ならない。皆さん、聖霊だけを本当は説教すべきなの、今の教会は。なんで？あまりにも話すべきことはたくさんあるし、他のことやってる時のは本当は時間的に無駄な時がたくさんあるからよ、本当は。なんで聖霊に対して話して、聖霊に対して詳しくして、正しくして、聖霊と共に生きるのが一番の力であり勝利であるから、最高位の
神の水準そのものの知恵知識心に達するのは聖霊の力なの。信じますか。しかしキリストの教会そのものが聖霊が信じる者の中に宿る瞬間から始まったのに、今の世の中でなんと聖霊が軽んじられてますか。口では教え、祈る時では口にしてますけども、小さい結果が起きたらカルトだと言ってる、異端だと言ってる、神秘主義だと定め判断されてる。何これ矛盾じゃありません。聖霊の働きが絶えず起きないことがおかしいことでありますよ。それを怖がるべきで、それを恐れて悔い改めるべきですよ。ハレルヤハレルヤ。主がおし、2018年に入る前から、去年から買ってたくさん説教したの。殻と穀物を分けると、殻と穀物を分けると、聖霊によって命に至るものと悪霊の教えに、皆さん肉の思いで判断してそっちに背くのは悪霊の教えなの。マタイ5章の37節に、主がしっかりと言えばあんた方もしっかりと言って忠順すべきだ、主がいなと言えばあんた方もいなと同じことを言って従うべきだと言います。主がしっかりと言ったのにいなというのは、それで主がいなと言ったのにしっかりというのは、これは悪いものからそういう思いと考えと答えが出てくるんだと。悪いものから、悪いものはサタンです。意味わかります。神の聖霊によって生きるのがクリスチャンなのにであるべきなのに、それはできなくて自分の思いで他の方向を探し出そうとする心からもサタンに縛られたということを 悟りますように。イエスの皆で祝福いたします。だから自分で判断したことは結果霊的にその背後を探ってみると、悪霊の判断に自分が騙されたということなの。こういうことは我々の常識なの、特別な神秘的な話じゃありませんよ。常識であるべきなの。本当の意味でのクリスチャンたちの常識なんですよ。アーメンできます。聖書はあんまりも詳しく教えてますが、信者たちは聖書のことをほとんど拾ってない。ほとんど好き勝手なとこだけ拾ってる。これが今日の教会の弱点なん。しかし限度を超えればもう分けられる、分けられる。今日の聖書は聖霊が告げてますね。世の終わりには悪霊の教えに従っていく者どもは信仰から脱落すると言ってます。主の皆を、イエスの皆を受け入れた人々が報いを受けるか受けないかが結果が違うかもしれません。もう救われて天に行くのは間違いないと言ってる人々が、なんという教えなんです。これエレミアの時代にも民を安心させて平和だ平和だ大丈夫大丈夫を宣言していた異性の預言者たちがたくさんいて、ためだためだ、災いだ災いだ、悔い改めないといけないと人々が聞きづらい、やだやだという真理を、神からの授かった言葉、預かった言葉を預言していたエレミアとは人の世界では全然受け方が違っている。人々は平和を宣言する理性を喜んでいました。孤独に石を投げつけられながらも災いを、悔い改めを宣言していたエレミアはもう人気がなかった。町に出てて宣言すればもう石が飛んでくる、石が。ハレルヤ。目を覚ましてほしいですよ。目を覚ましてほしい。聖霊はもどめない人のために来てくださる方じゃない。イエス様の体はイエス様を排斥する、イエス様を排斥する、イエス様と排斥する人々に死んでくださるために、やられてくださるためにイエス様が来たの体で。しかし聖霊は違う。イエスを受け入れていても、罪から離れて聖なる神のことで生きようと思って、罪を心を引き裂いて悔い改めるなら聖霊を思い慕って求める人になると、聖霊は宿らないし、宿っていっても働かないことを悟らないとき、聖霊に働いてもらうのは簡単だと思ってなりませんよ。罪あるところは絶対働かないの聖霊は。この部分は例えば聖霊が働いてくれても、この部分に罪があればこの部分とは主が働かないの。
意味わかります？だから徹底して肉の思いで生きる、勝手に生きる、御言葉を従わないで生きる生活から離れる、悔い改めて離れて、真理を求めて、御心を求めて、生きるために求める者どもに聖霊が働き始めてくださる。聖霊受けたからみんな生まれ変わって天に行くのは確定するんじゃなくて、聖霊を求めて前進して、そう生きて実際に変わった人が天に入れる。明日はパプテスマを受ける日なの。パプテスマの意味は何ですか？もうすでにイエス様を信じない人にパプテスマを授けるわけではありませんよ。パプテスマはイエスの皆をもうすでに受け入れた神の子になる資格があるものにまたパプテスマを授けるの。パプテスマの意味は何ですか？主よ主よと呼ぶだけでは間に合わない。主の皆を呼び始めたならば、血を身作りの肉によって生きた生活は お葬式しなさい。水の中に葬りなさい。それから水から上がってくるときには以前の生き方をやめなさい。自分なりに背いて主の皆を呼ぶだけの生活はやめなさい。罪から出てきて聖なるイエスの霊とともに神の子供として生きなさい。そのため、これはただの儀式じゃありません。クリスチャンたちがいろいろ儀式やればなんか冠を受けた信仰が成長したかのように思うでしょう。違う。実際に生き方生活が神の子として神に従う生活に変わるためにパプテスマを受けるべきなんです。去年パプテスマを受けたんだけども、それからそれっきり変わってない人は、今年また悔い改めて受けて、本当は聖なる生活に切り替えないといけないの。ある人はパプテスマ水から上がってきて、その場で喧嘩して、試みにあった人も いたでしょう。パプテスマを儀式だと思うから。ならば、そこまで行かないで家でシャワーを浴びた方がいいの。一人で、あ、これパプテスマだぞ。結果は一緒だからよ。とんでもないことしたのと一緒だよ。パプテスマを受けたのが、パプテスマは儀式じゃないの。儀式じゃない。アーメン。スタートなの。これから神の子として生きますというスタートの宣言なの。それを口だけで行いで体で生活を全部葬るの。そういう未熟の生活を葬って、自ら上がるときは上がる前まで犯してた罪から離れることを意味することを信じますように。イエスの皆で祝福いたします。アーメン。明日パプテスマを受けたからまだ変わらない人がいれば、赤すりのために受けたのかと、肉の汚れを赤を落とすためにパプテスマを受けたのかと判断すれば間違いないの。意味わかりますか？主よ、どうすればいいですか？聖霊を知らない、聖霊の働きを知らない、聖霊の統治を知らない、聖霊が王として来ていることを知らない。ある人は今朝こういうこと言ってました。ちらっと聞いたら、なんで日本語では地獄耳というの？あの、何、聖霊は助け、何、皆さんの家に韓国はトーミー、トーミー人ヘルパさん、ヘルパさん、日本ではヘルパというでしょ。聖霊様がヘルパさんだって。ああ、聖霊様はなんと気持ち悪かったでしょう。聖霊様はただのヘルパさんだって、ヘルパさん。困ってる時にあなたと助ける方だって、ヘルパさん。ヘルパさんという言葉使ってたよ。韓国語でトーミーという。はあ、それを説教台で語っているのどうすればいい？それに人々が、アメン盗聴した。聖霊は助けヘルパであっても助け主なの。主、助けるものじゃなくて助け主、癒し主、あがら、え、何、主、主、主は主という意味なの、王という意味なの。アメン。それに、そういうヘルパと言ってるのに、アーメンと人々は頭の中、心の中、信仰の正体はどうなんでしょう。サッタンに揺さぶられてる。これが悪霊の教えなの。天国に必ず行きたいと思う人は、今日から運命を変える信仰に立ち返りますように、イエス・キリストの名前で祝福いたします。聖霊によって生きる信仰に切り替えますように、主イエスの名前で祝福いたします。アーメン。十分なほど祈りを求めますように。嫌だと思わないで、自ら進んでよ。
愛する人がいれば手握って一緒に。うちの様には声はちょっとでかいけど、でもこれは考えてみたら意味は、優しい意味は、寝ないで祈ってって。嫌だねこんな声聞いたら。しかしこれは最愛の声な、最愛の声なんで、必ず聖霊によって勝利したいという心じゃないの。疲れたの、寝なさい、寝て明日やりなさい。明日起きれないとどうするの。これは愛じゃないの。疲れてても祈ってよ。体が疲れてても霊まで疲れたら大変だから、祈ってから寝ましょうと。これが愛であろうと信じますか。祈らないと聖霊は絶対働かないことを信じますように。アメンですか。聖霊なしに生きるクリスチャンたちの運命は風前の灯火のようにいつ消え去るかわからない大変危険な状態だと今悟りますように。イエスの皆で祝福いたします、祝福いたします。聖霊なしには本当の意味での霊的な根本的な解放はないことを、痛み苦しみ病気呪いからの本当の意味での解放は約束できないことをはっきり悟りますように。聖霊求めて祈るは大変疲れるの始めは、しかし聖霊によって霊的に縛りを解いて解放されれば本当の意味で今も後も永遠に自由になる道が初めて開くの。これは聖霊の働きが起きた後の現象であり、求めるまねや何もないの。主の皆を呼んでるだけの状態ではそんな約束できませんよ。病気すればお医者に薬に頼るしかないの。こんな信仰がないとは病院に行きなさい、薬飲みなさい。しかし私は聖霊によって生きています。25年前までよりも今はもっと元気なの。病気においては、縛りにおいてはもっと解放されて自由を楽しんでます。聖霊を求めてきてるから。信じますか、信じますか。ならば今まで聖霊のことに対して本当に無視までいかなくても意識してなかった、求めなかったこと、これ自体が罪なの。自分の力だけで何とか間に合うと思っていたこと自体が無知なの、不信仰に近い。聖霊なしのクリスチャン考えられませんよ。アーメンですか。それでは罪を悔い改めながら、罪を悔い改めて聖霊が自分に宿り支配し導いて神の子として生きることができますように、助け主として、ヘルパーじゃなくて助け主として助けてくださるようにあがめて求めるべきです。イエスを呼んで、イエスよ。